皆さんこんにちは。こんにちは。今日紹介するのはトップバリューの日本酒なのだ。プライベートブランドってお酒の取り扱いが多いわよね。日本中で多種多様なアルコールが作られているから依頼が出しやすいんだろうね。今回は飲みやすい 900ml サイズを買ってきたよ。値段は447円なのだ。なんで日本酒に酸味料が添加されてるのかしら。日本酒が発酵するときに有機酸ができるんだけど、それっぽい味にするために入ってるみたい。原材料の糖類ってのも足りない甘みを調整するために使うんだって。なるほどね。あとは醸造アルコールってのが入ってるんだけど、香りやアルコール度数を高めるのが目的で、使っていない日本酒を純米酒というのだ。いろんなルールがあるのね。硬い話はこれくらいにして、まずは飲んでみよっか。色は無色透明ね。冬場の常温だから酒の温度は12度くらいかな。今の段階では匂いはないね。ではいただきます。はい、どうぞ。あれ、ちょっと緊張するね。ややまったりとした口当たりで辛みがあるね。キュッとくる日本酒のあれなのだ。後味がちょっと科学的なのは気のせいかな。美味しくないの？前に飲んだラムーの日本酒よりは飲みやすいけど、美味しくはないかな。ということで星評価は3だね。ラムーも同じ3だったわよね。ラムーはによりの3だね。飲みやすさの違いは結構あるよ。あれ、まだ何かするの？アイスに日本酒をかけると美味しいよってコメントがあったから、試してみよっかなって赤トップバーアイスを買ってきたのだ。かけるにしてもこのお酒でいいのかしら。先に答えを言っちゃうと、めちゃくちゃ美味しくなったのだ。まアルコールのキュッとくる感じと甘さがよく合うんだよ。ウイスキーボンボンみたいになるのだ。大人の視聴者兄貴や姉貴にはぜひ試してほしい食べ方なのだ。こういう情報って助かるわね。無だ。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。FC 岐阜は地元酒蔵とコラボをして、こんなお酒を販売したことがあるのだ。でも瓶は会場内に持ち込めないから、コラボ商品としては難しい立ち位置なのだ。最後にねじ込んできたわね、 J リーグ。